はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、立川にございますシンガポールフォーカスさんにお邪魔しております。というのもですね、こちらのお店チャレンジメニューでございまして、有吉テレさんでやっているメニューなので、知ってる方も多いと思うんですけど、今回ね、年末にありましたシンガポールカルテットに挑戦しに行きました。こちらの内容なんですけど、一応総重量が4キロのシンガポール料理をまとめたワンプレートとなっておりまして、制限時間が、番組放送ですと50分なんですけど、こういったね、 YouTube を撮影される方とか、プロの方はね、45分に短縮となっております。で、成功の場合ですね、料金が無料とタロイモアイスがプレゼントで、失敗の場合は9800円のお支払いで、こちらのメニューですね、作るのは大変時間がかかるので、3日前までの要予約となっております。それでは早速チャレンジに参りましょう。では行きます。はい、用意スタート。いただきます。いただきます。うまそう。よいしょ。とりあえずこれスペアリブから。あ、すげえほぐれる。うまっ。チリソース、生姜ソースの醤油ソース。チリ、生姜、醤油。醤油ソースもすごい。
ろとろ。大丈夫ですか？めちゃめちゃ美味しいです、はい、いや、タイガー飲みたくなりますね。いや、うまい。ソースは結構独特、かなり苦味が強い。あ、うまっ。単体だと結構苦いんだけどね、これソースと合わせるとちょうどいい。チリで、入れすぎた。
お疲れ様です。ありがとうございます。いやー、美味しかったー。いやー、めちゃめちゃ美味しいですね。